弁護士法の第1条に弁護士の使命というのが書かれてて、それは基本的人権の擁護と社会正義の実現を弁護士の使命としますということが書かれてます。弁護士の信条ですよね。ただそういうふうに弁護士の使命を基本的人権の擁護ということでみんな抽象的に捉えてるけどね、それを具体化して、私のように捉えてる人はそんなに多くないかもしれないですね。ただ私はまあやってきた事件の関係で、やはり基本的人権を擁護するっていうことは、人権が守れない社会的経済的弱者やね、マイノリティの味方をすることが弁護士の使命を果たすことだというふうに考えてきたってことですね。磨かれた太陽が今日も降り注いでる。手を伸ばす人、うつむく人、話しかけてきた風が今日も微笑んでる。うなずく人、聞いてないふりする人。ここにある景色は一体誰のものか、誰よりのものなのか。私たち一人一人は微力であるけど無力じゃないんだと。同じように巡って、ジェンダーや若者と政治についてツイッターで情報発信をしています。どれを選んでいるかなのに、一人の一票が都政を変えて、今日が昨日に追い抜かれないよう必死でもがいてる。4月末に練馬区のとんかつ屋さんで火災がありました。その火災を検証した警察の話によると、遺体を検問するとどうもとんかつ湯を頭からかぶって気をつけた可能性がある、つまり焼身自殺を図った可能性があるということです。コロナ災害で感染をして命をなくした人もいますけど、経済的に追い詰められて自ら命を絶つような人が出てきてるんです。何のために都政があるんですか。どうやったって苦しい時はあるのだから。保健師は25人から18人、医師は7人から3人に減っています。金さえあれば解決することいっぱいあるのに、それだけじゃない。地域の拠点として非常に重要な役割を果たしているっていうのを改めてよく分かりました。押し殺す感情ならどんな時だって泣けばいい。それで誰が笑う、その前にまず自分で笑ってやるんだ。今やってることは都知事になってもやらなきゃいけないことですよね。ちゃんと現場に行って都民の声を聞くっていうのはね、現場のことを知らなければね、そこと離れたら空理空論になっちゃいますからね。だから全然その、根拠がない主張になってしまいますので、やはり現場でちゃんと何が起こっているのか、何を、どういう問題があるのかっていうことが、そこが基本ですよね。小さな幸せがあることでなんとか過ごせてるんです。大きな目標があるから泣きたくもなるんです。その隙間に挟まりながら今日も進んでゆく。今日の自分頑張るな、人に言えない頑張れ。
ただいま、紅白の方が到着いたしましたので、どうぞ皆様温かな手を貸して、今日から今日まで歩いてく、頑張ります、頑張ってください、歩いてきた、いつもこれ、これとおにぎり、ごまくさんのおにぎり、今日は豪華に、大変豪華に